で、それでは、もう準備整ったようなので、これより、明日のクラッシュ45 in 名古屋、8月24日日曜日名古屋国際会議場イベントホール大会の、主要出場選手の記者会見を始めさせていただきます。本日は、たくさんのご来場をいただきましてありがとうございます。今年で3回目になるんですけども、過去最高のご来場者をという形で大変嬉しく思っております。明日もよろしくお願いします。それでは、選手が10選手参加します。5回に分けて行います。選手登場しましたらぜひ大きな拍手でお迎えください。それではまずはじめに、明日の第6試合名古屋対東京5台のマッチ先鋒戦クラッシュアンダー 58kg ファイトに出場します。まずはじめに登場はストラックル所属差し首雄太選手です。そして差し首雄太選手と対戦が決まっております。名古屋 JK ファクトリー石橋正幸選手です。はい、石橋選手、はい、ありがとうございます。はい、それでは、書き始めさせていただくわけですけども、すいません紹介遅れました。本日、この会見お手伝いいただきます。明日はリング上でですね、ラウンド間に、素晴らしいダンスとをですね披露していただく予定のですね、まずこちらが、リカさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、クラッシュガールズ、リーダーのですね山手優さんです。よろしくお願いします。はい、感じですお手伝いいただきながら、始めたいと思います。それでは、両選手とも、1回目の計量でクリアしております。現在のお気持ちを、差し首選手から、明日の意気込みも合わせてお願いいたします。石橋選手はスピードがあっていい選手なので、明日は激しいスピードのある試合をしたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは石橋選手、お願いいたします。石橋です。体調がもうかなり万全なんで、今からでもできちゃうよって感じです。早くやりたいです。明日は、スピード対決って言われてますけど、僕は皆さんに速いスピードを見せるじゃなくて、相手に速く思わせればいいっていうスピードで試合していくつもりなんで、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、記者さん、ご質問ぜひ両選手にお願いいたします。両選手にお伺いしたいんですけど、はい、今回の試合に向けてどんなことに力を入れて練習してきたのか教えてください。はい、今回の試合に向けて、ここに力を入れてきたというところを差し首選手からお願いします。力を入れてきたところって、いつもとあまり変わらないように練習したんで、いつも通り、スピードとパワーを生かして、打ち合いたいと思います。それでは同じ質問を石橋選手お願いします。自分はやっぱ相手が違ければ作戦も違うので、いつも同じ練習っていうわけではありません。相手がサウスポーですし、ここで、作戦は言いませんけど、一応作戦はありますし、差し首選手に勝てるよう練習してきました。ありがとうございます。それでは、次の質問、ぜひお願いします。の試合はこう自分の中でどんな試合になるというふうにこうイメージを想像されてますか？はい、明日の試合に向けてのイメージを、はい、差し首選手は、58キロファイトは、クラスで初めてとなります。逆に、石橋選手は、一昨年の、ね、
クラッシュ名古屋大会以来の、クラッシュ出場となります。それでは佐々木選手からお願いします。スピードのある激しい打ち合いになると思うんで、そこを注目してみてもらえれば嬉しいです。はい、ありがとうございます。石橋選手、お願いします。まあ、多分後々は激しくなると思うんですけど、最初は多分距離の取り合いで距離対決も見えるかなと思います。はい、よろしいでしょうか。では、はい、つまりこの試合どういった形で試合を終わらせたいと思いますか。はい、どういった形でこの勝負を終わらせたいか、佐々木選手からお願いします。打ち合いの中で、僕のカウンターが捉えて、そのまま多分一発で終わると思います。ありがとうございます。それに対して石橋選手、お願いします。むしろ僕のカウンターは決まると思います。両選手ともにカウンターの一発での KO を予告ということでよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、では最後にこう明日の試合を楽しみにしていくというファンの皆さんに、メッセージをいただけますか。はい、明日は、日曜日、たくさんのお客様が、会場に詰めかけます。最後ファンの皆様に、メッセージをお願いします。激しい試合になると思うんで、瞬き厳禁で見てください。ありがとうございます。それでは石橋選手、お願いします。明日は自分がクラッシャーになれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。非常にですね、先鋒戦らしいスピーディーな、激しい攻防が期待される一戦です。両選手ともにありがとうございました。それでは最後に、こちらのテーブルの前でですね、両選手ともに写真撮影にご協力ください。ぜひですね、ファンの皆さんも、写真撮影は OK ですので、もうエプロンのあたりに競り出していただいてですね、写真、ロープ入っちゃいますから、ロープの邪魔にならないところまで出てきちゃって結構ですので、はい、どうぞ、はい、お寄せいただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。石橋正幸選手、佐々木裕太選手でした。